お、そして、カルボーさん、こんばんは。初コメアナウンス。ロイヤルバトルの期間中 NG コマのところに次の競合話式。あ、本当ですか？マジで？あ、競合ね、超コマか。NG、下の方かな？よく見つけましたね。これか！なんだこれ。かわいい。ひまり。私、ひまりです。え？影山さんなの？なるほど、影山、これ、あかりって読むのかな？ちょっと下の名前わかんないんですけど、これ、うまるちゃんに出てましたね、この声優さんは。あと、なんだろう、この声優さんは、プリンシパル、あれなんだっけ、プリンセスプリンシパルか、あれにもなんかいた気がするな。さあ、ということで、新キャラクター、ひまりというキャラクターが、出るらしいですね。リーダーで、チャージ下級と。ほう、これなんかアポ、あ、これさ、アポロンの火炎バージョンじゃないかよ。HP 高えし。神10以上か。これなかなか、やってんね。2500スタートで、初手で2500、一旦3000、ん？一旦2ターン、3ターン、4ターン、5ターン、6、な、7ターンか。7ターンでチャージマックス。アポロンは8でマックスっすよね。で、コンボスキルが、ライフバス4000の可変のライフバスね。いや、なるほど。まあ、しかもこれ、神獣デッキ条件なんで、まあ、これも例によって、トゥールラとノートが入ってきますからね。トゥールラ、まあ、しかも普通にペトラとかも入るからな。こいつリーダーにしても、トゥールラ、ノート、ペトラとかでもう軽くゴリゴリで、なんかビーナスとか最後防御打たれても、このひまりでぶっ飛ばすみたいな、そういう感じになりそうですね。やべえな、それ。火炎ってさ、罠はまあちょいちょいいますけど、防御ってほぼいないんだよな、火炎の防御は。英語にまあ2、3体ぐらいなんかいた気がしますけど、ほぼ、まあ、手駒ロックぐらいしか多分邪魔するキャラクターいないんで、これリーダーにして他の S キャラクターでも駒投げして最終的にこいつでぶっぱでいけるか。あ、そうですね、シンデレラぐらいか。そうか、一応 S 駒にもいたか。シンデレラ。でも絶対持ってる人少ないよな、それ。なるほどね。まあ、途中で打っても、コンボスキルもね、しっかり4000のライフバースト持ってるんで、もしかしたら途中下車っていう可能性もあるかな。まあ、なんだったらね、ヤンドーラとかも、デッキ条件ないんで、あいつは。手駒にいたら火炎の効果上がるんで、ちょっとね、リーダープラスそのヤンドーラ引いてきちゃうと、まあ、強いんですけど、1.18、あ、でもそうか、バチかかってんのか。じゃあさすがにヤンドーラちょっと手駒重くなるし、微妙かな。まあでもヤンドーラっていう説もありますね。あとはまあフレームヘリアンとかね。そういう可能性ありますよと。じゃあ10日も見ていくか。モリモリとは赤ちゃんの時から一緒なんです。この竜モリモリっていうの。マジかよ。モリモリっていうとさ、なんだっけかな。なんだっけあのアニメ。やべえ、忘れてた。なんかモリ。モリ。モリっていう、なんかちょっと。いや、なんだっけあのアニメ。ちょっと忘れてたわ。ちょっと後で調べとこう。なんか、あるんすよね。なんだっけかな、あれ。で、10日の方は、火球を持っていると。これは、魔と竜がそれぞれ6枚以上入ってれば、OK と。まあ、オイフェデッキの強化パーツですね。で、2000の火炎ダメージ与えて、このスキルの、火炎ダメージは手駒にある間、毎ターン、1000ずつ。おお、なるほど。これ何？バホメットとか、なんかそういう感じか。これも強いんじゃない？普通に。まあ、オイフェデッキがどうかっていうのは一旦置いといて、4000の火炎は普通に強いよ、これ。で、コンボスキルでしょ？コンボスキルは相手のキャラクターが1枚付き、700上昇の最大4000。いやー、両面4000か。オイフェも本格的にこれ、指導できるな。いやー、今回の、竜キャラクターしっかり火炎でも打点与えていく感じか。いや、オイフェデッキだったらこれ欲しいっすよね。単純にバホメットだもんな。まあ、チャージスピードもバホメットと一緒かな。まあ、ちょっと、値はね、あっち4500あるんですけど。さよならトルテ。あれ、トルテってどんな感じでしたっけ？あれもそこそこ強いですけどね。あれはトールみたいな感じだったかな、トルテは。そうっすよね、そうっすよね。しかも、コンボスキルライフバなんだ。あー、まあ、超ゴマの方が強いかな。なるほど。結構いい感じに、このデッキの幅を広げるような感じの超ゴマ来たな。まあ、オイフェデッキゴリゴリ使いたい人は、まあ、引きに行った方がいいとは思いますけど、まあ、普通の人はスルーで、まあ、次のね、新超ゴマ御三家の時に、まあ、まとめて、引いちゃうのが、まあ、無難だとは思うんですけど、なるほどね。いや、進化とかどっちも面白いっすね。
トークはこれオイフェデッキテンプレだな。さすがに。オイフェデッキアンドーラって入ってくんのかな。まあ、別に入れてもいいか。で、コンボスキル。でも700か。700上昇だから、相手のキャラクター3枚だと2100か。いや、800だったらな、トゥールラと同じ感じで使っていけるんすけど、700なんで、もう1枚あってようやく2800っすからね。まあ、火炎なんでね。だいぶ通りはいいんすけど、火の通りはいいんですけど、ちょっとやっぱ数値的にね、低くなりがちっすよね。結構ね、B3 に置く進行ありますよね。どっちだ、後手番かな。後手番で B の3に置いてコンボスキル狙っていくんですけど、その時に相手のキャラクター多分3枚いいっすよね、大体。その時に2100の火炎ダメージなんで、まあ、防御とか罠とか置かれていない状況だったら、まあ、春ちゃんぐらいの、コンボスキルのダメージしか出ないんで、まあ、安心してね、コンボ使ってはいけると思うんですけど、といった感じで、今回はね、まさかの超ごま、情報漏れっていうね、事態に陥りましたが、今回ね、進化が、まあ、アポロンの火炎バージョン、火球バージョン。で、トウカがオイフェデッキの、バホメット的存在で、追加されましたね。このキャラクター可愛いな、なんか。いいっすね。それに私も、モリモリに補助術式をかけることで、お手伝いできますから。